ヌスラ戦線の旗アルヌスラ戦線は、シリアで活動するサラフィージハード主義の反政府武装組織。2017年1月28日以降は4つの反政府武装勢力を吸収したタハリール・アルシャームと名称を変えて活動している。シリア、レバノンにおけるアルカイダの関連組織であり、時にシリアのアルカイダ、レバントのアルカイダと呼ばれることもある。 シリア内戦における一連の軍事行動において、反政府側に立つスンニ派、ジハヤド主義組織。正式名称は、アイコールシャームの民のアンルスラ戦線などと訳される。日本メディアでは、ヌスラ戦線と表記されることが多い。戦線は、結成を2012年1月23日、シリア内戦の最中としている。2012年、ワシントンポストは、ヌスラ戦線を、 最も成功した自由シリア軍の同盟組織と評価した。その10日後、アメリカは、ヌスラ戦線をテロ組織と認定している。加えて、国連アンポリ、フランスオーストラリアイギリスカナダサウジアラビア、ニュージーランドアラブ首長国連邦、ロシアトルコも戦線をテロ組織と認定している。2013年4月、イラクとシャームのイスラム国の指導者、 アブーバクル・バングダーディは、ヌスラ戦線を、アイッセル、シリア支部であると発表。対して、ヌスラ戦線のリーダー、アブー・ムハンマド・アル・ジャウラーニーは、いかなる合併も行われていないとして、それを否定。組織は、アルカイダのリーダー、アイマン・ザワー・ヒリーに忠誠を誓っていると断言した。しかしながら2013年5月、ヌスラ戦線からアイッセルに同調する一派がアイッセル、 お名乗り活動を始めた。現在、ヌスラ戦線は、他のイスラム主義組織やジハード主義組織、時には自由シリア軍系の組織と協力して、シリア政府軍と戦っている。2016年7月28日、指導者のアブー・モハメド・アルジュラは、アルカイダからの離脱と、新しい組織名を、レバーント制服戦線とすることを発表した。 ヌスラ戦線は主にシリアのスンニハイスラム教徒で構成されている。アサド政権の転覆を目的とし、シャリアに基づくパイイコールイスラーム主義国家の成立、イスラム帝国の復権を目指している。戦線は、早い段階から包括的な意味でのジハードよりも、近い目標として、シリア政府の転覆に主眼を置いてきた。シリア国内のメンバーは、戦線は、 アサド政権と戦っているのであり、欧米諸国に攻撃を仕掛けるべきではないと主張している。一方で戦線の掲げる方針には、アメリカとイスラエルはイスラムの敵であるという文言を保持しており、さらには欧米諸国のシリアへの介入に警告を与えている。ヌスラ戦線の指導者ジャウラーニーは、我々は政府とそのデセンダツ、すなわちヒズボラやその他の組織を屈服させるために、 ここにいると語っている。2014年、戦線のシャリーアジム官ダルサーミ、あるオライディは、戦線がアブー・ムサブ・アルスリの影響を受けていることを明らかにした。戦線の基本戦略は、アブー・ムサブの示した地元のムスリムコミュニティの心をつかむための4つの指針に由来している。すなわち、人々にサービスを提供すること、過激派と認識されることを避けること、 コミュニティや他の反乱組織との強固な関係を維持すること、政権との戦闘だけに集中することの4つである。シンクタンクのキリアムは、戦線のメンバーの大半はイラクにおいて、米軍との戦闘を繰り広げていたアブームスアブ、アイコールザルカーウィのイスラム主義ネットワークに参加していたシリア人だと報告している。多くのシリア人は、 米軍の撤退後もイラクにとどまったが2011年、シリア内戦が起こると ISI は、シリア人ムジャヒディーン、そして、イラク人のゲリラ戦エキスパートをシリアに送り込んだ。2011年10月、2012年1月と、複数回にわたる会合がリーフ・ディマシックと、ホムスにて行われ、グループの目標が定められた。2012年1月24日にアルヌスラ、 戦線として最初の声明が発表され、その中でシリア政府への徹底抗戦が呼びかけられた。後に2月のアレッポの爆弾事件、1月のアルミダンの爆弾事件、3月のダマスカスの爆弾事件、ジャーナリスト、ムハンマド・アル・サイードの殺人についてそれぞれ犯行声明を出した。イラクの外相ホシャル・ジバリは愛せるメンバーがヌスラ戦線に参加するためにかつて彼らが 武器や支援を受けたシリアへと向かったと語っている。現在彼らがシリア国内で最も訓練と経験を積んだ戦士となっている。彼らの攻撃性はイスラム教の定めた祝日にさえ急戦を拒んだことからも伺える。アメリカの諜報部は早い段階からアレッポとダマスカスの爆弾事件の犯人としてアルカイダを疑っていたと伝えられている。 イラク内省代理は2月前半、イラクから武器とイスラム主義の民兵が続々とシリア入りしていると語った。戦線はシリアの首都ダマスカスでの自爆テロの実行犯としてアルイコールザフラ・アルズバイリの名を挙げた。亡命したシリアの元外交官ナワフアルイコール・ファレスはデイリー・テレグラフのインタビューに対し、かつてファレス自身が手引きし米軍と戦うために、 イラクに送り込んだジハーディストたちが今は反乱軍を非難する口実を得るためにシリア政府からの直接の命令でシリア市民に対して自爆攻撃を行っていると語った2012年6月27日首都ダマスカスのすぐ南に位置する町ドロー社の政府よりテレビ局を反政府勢力が制圧ヌスラが反抗声明を出した2012年の後半 ヌスラ戦線はシリアの武装勢力の中でも特に訓練された部隊として頭角を表した。2012年の10月にはイードアルイコールアドハーの4日間の休戦を拒んでいることからも彼らの攻撃性をうかがい知ることができる。2012年10月から12月にかけ特にアメリカがヌスラ戦線をテロ指定して以降ヌスラ戦線は不特定の反乱組織や アレッポの自由シリア軍スポークスマン、29の武装、非武装勢力、シリア国民連合の指導者から称賛された。一方で自由シリア軍の複数の指導者が匿名で、また、シリア北部の世俗武装勢力も、同様に、ヌスラの目標としている宗教に束縛された社会は、受け入れがたいと不快感を示した。二千十二年十一月、ハフィントンポストは、ヌスラ戦線を、 シリアの反政府勢力のうちで最もよく訓練され、最も経験を積んだ部隊であると紹介した。自由シリア軍恩恵派のスポークスマンは2012年11月の時点で、ヌスラは6000から1万の人の戦闘員を抱え、自由シリア軍の同盟組織全勢力の7から9%を占めると発言している。ワシントンポストのデビッド・エグナティウスは、ヌスラ戦線を 最も攻撃的で成功した自由シリア軍のメンバーであると評価している。アメリカ合衆国国務省は自由シリア軍の中でも勇敢で常に最前線にいるヌスラ戦線が最も死傷者を出していると報告を受けていると語っている。2012年12月10日、アメリカはヌスラ戦線とその同盟関係にあるイラクの聖戦、アルカーイダ組織を テロ組織に認定した。同月23日には、ヌスラがアレッポ上空を飛行禁止空域と宣言。民間機の飛行も禁止した。2013年1月までに、ヌスラはシリアで高い人気と支持を集めており、その後数ヶ月にわたり、組織は成長を続けた。2013年1月28日、アレッポ市内で多数の市民が拉致され、 翌日射殺隊となって、市内のクワイク川から発見された。78人以上が死亡。2013年の4月8日、イスラミックステートオブイラクの指導者、アブーバクルアルイコールバグダーディは、オーディオメッセージを公開し、その中で、ヌスラ戦線は彼の組織の一部であると発表した。さらに彼は、ヌスラ戦線と ISI を合併し、 彼の指揮の下で ISIS IS を組織するとした。その翌日、ヌスラ戦線の指導者、アブームハンマド・アル・ジャウラーニーが合併を拒否し、戦線があるイだと、その指導者、アイマンザワ・ヒリーに忠誠を誓っていると公言。バグダーディからはいかなる提案も受けていなかったことを明らかにした。しかしその後に、ヌスラから一部の構成員が、バグダーディに同調して ISIS IS に加わった。 2013年4月24日、アレッポ市内で行われた戦闘の中で、ウマイヤドモスクのミナレットが爆破される。ヌスラと政府軍との間で責任をめぐり非難の応酬があった。2013年5月ロイターは、バグダーディがイラクからシリアのアレッポに入り、ヌスラ戦線の戦闘員に対して勧誘を始めたと報じている。2013年11月、 アルカイダのザワーヒリーは、アイスセルの解散を命じ、ヌスラ戦線がシリアにおける、唯一のアルカイダ支部であると発表、そしてヌスラに、タンシム QAE.AL、ジハードファイ,バイラットエールシャムの称号を与え、正式にアルカイダのネットワークへ組み込んだ。ISIS が、シャーム自由人イスラム運動の司令官殺害に、関与した疑いから、 ヌスラと ISIS IS の確執が表面化した。2014年2月、ヌスラの指導者ジャウラーアニーは、公正を期すため5日以内に無実である証拠を揃えて、著名な聖職者3名に送るようにとアイスセルに、対して警告を与えた。2014年4月16日、ISIS は、ヌスラのイドリブ県の司令官、アブームハンマドアルアンサリとその家族を殺害した。 2014年の5月には ISIS IS とヌスラとの間に武力衝突が起き、双方から数百名の死者が出た。2014年8月28日、戦線のメンバーがフィジーの国連平和一軍45名をゴラン高原にて誘拐。ゴラン高原は国際連合兵力引き離し監視軍の活動地域である。ヌスラは人質の解放の条件として国連に、 テロ組織の指定の解除を求めた。平和維持軍に加え、戦線は日常的に国連の車を、題しては自動車爆弾に使っている。2015年3月から5月にかけて展開され、成功を収めたイドリブ県での構成では、ヌスラ戦線は自由シリア軍、恩恵派、過激派のイスラム主義組織、その他の独立したジハード主義組織と共闘し大きな貢献をした。 2015年からのロシア連邦航空宇宙軍によるシリア空爆は、ヌスラ戦線をターゲットにしたという報告がある。ヌスラは、ロシア兵の捕獲に賞金をかけた。2013年7月の時点で、ヌスラはハサカ県のアルシャダダーを支配していた。2014年12月には、イドリブ県の大部分を支配しているが、県とは、シリア政府軍が抑えていた。少なくとも、 アラブ地域の一政府のカタールが、ヌスラ戦線を支援していると非難している。アメリカ政府は遅くとも2013年、早ければ2011年の騒乱初期の段階から、シリアの反乱組織に武器を送っていた。これらの武器は、ヌスラやアイッセルといった過激派組織の手に渡ったと伝えられている。ヌスラは、また外国のメンバーからも、物質的な支援を受けている。 これらの支援は基本的に彼らとのネットワークの強いヨーロッパやアラブ地域からのものが大部分を占める。しかし2013年11月、アメリカの国籍や永住権を持つ者がヌスらの活動に加わった、あるいは加わろうとしたケースが2013年だけで6件あると公表された。また、マルホマタクティカル社という民間軍事会社を雇っている。マルホマタクティカル社は ウズベキスタン出身のアブロフィックを中心に、最大でも10人と小規模で活動しているが、射撃や戦術に関する高度な訓練を盗ら及び、皇族組織の戦闘員に行っている。アイスセルは、アルカイダの関連組織であるが、2013年5月にザ、ザワーヒリーが解散を命令して以降、アルカイダ関連組織としての正当性を、失っているフォーラムで活動していた有名な、 ムジャヒディーン、ありがとうございます。